きましょう。はい、というわけでね、今日湯之瀬、温泉というところに来ました。小森温泉からすぐのところにある、温泉なんですけども、やってんのかな。今日ちょっとこちらお邪魔しようかなと思います。すごいなんかいい温泉だって聞いたので、ちょっと今日中入っていきます。ちょっとお風呂見せてください。撮らせてください。あ、はい。じゃあちょっとこんな感じです。あ、これね、醍醐桜。ちょっと岡山の象徴とする醍醐桜と最大霊峰かな。これは静谷学校かな、昔の。ちょっとね、入っていきます。早速なんですけど、お、こんな感じか。ちょっと雰囲気のある感じでございます。まあ、なんか旅館もやってるそうなんですけど、今のご時世で今はやってないと聞いてますね。もう中庭があるということです。ちょっとね、また見ていきましょうか。早速入っていきましょう。一応撮影はね、OK もらったので、はい。おお、すごい。なんかおとなしい温泉ですね。大体湯船のするんですけど、あ、こういう感じなんですね。露天風呂に近い、あ、ちょうどいい湯加減です。で、結構なんかや柔らかいお水とかお湯ですね。ちょうどなんか体はね、のぼせないような、そんな湯でほんのり硫黄の香りが、漂います。だから本当に
なんだろうな、まあ、若者にも来やすい温泉ですよね。この作りが結構最近のね新しい、感じが、します。あ、このお湯も蛇口から出るお湯も温泉の香りです。あ、すごい硫黄の匂いがします。よし、おー、めちゃめちゃツルツル、なんかボディクリームを塗ったようなオイルかな、そんな感じでちょっとかけただけですごいツルツルです。いいですね、すごい体に優しい温度です。やっぱ何度も言うんですけど、ちょっと開けてみましょう。ちょっと外は見れないんですけど、ちょうどいい温度でございます。で、このお風呂、この目の前に蛇口があるんですけど、そこから、湯を出してるのかな、感じ的には、湯を出してまして、ちょっと行きましょう。温度を調節できる感じでございますね。この作りがね木なので、なんか温泉あるあるのこの反響音っていうのがないですね。なんかまたちょっと変わった、感じですね。なんか普通になんかエコがかかったような感じはなく、でなんかどことなくね、なんか涼しいというか通気性があるのかな、なんかちょっと露天風呂チックな、に近いようなね、感じです。その空気というか、ちょっと若干風の流れがあるような、そんな感じでしょうかね。で、まあ、見ようと思えば見える、この外、目の前には川が流れてます。この先はなんかキャンプのそういうエリアになってですね、なんか小屋みたいなのがあります。だからあそこでキャンプしつつここに来るっていうのも、ありかなと思います。ありがとうございました。はい、というわけで今日は湯の瀬温泉に、お邪魔いたしました。旅館ね、今ちょっとやってないらしいですけど、すごいいい温泉宿でございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら
編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。